吉田さん、やれば稼げる。でも、やると疲れるんさ。すわ。ね。やると疲れる。そうなん当たり前ですよねで。今ね、ちょっとね、まだウォーキング行ってきたんですよ。でも、昨日までの筋トレ、スクワットとかが尾を引いてね。今日はね、ちょっとね、痛いですね、体中が。うん、でも、やる前には疲れないんですよ。 やる前にはやった後の疲れたことを想像してそれに引き換える収益があるかどうかなっていうふうに打算するんですよ懲り口にもだからやらない稼げないなんですよねで私みたいなこうね線が1本しかないような人間はなんかやるんですよねなんかしんないけど無鉄砲にもやって結果とかはあんまり <laughs> 考えないんですけどもでもどっちかっていうとやった以上は無駄にしたくないなと思うから やったとことをなんか誰か自慢して話すとかね失敗談を誰かに言うとかね、まあ、そういうふうにしてどんな角度でもアウトプットすることによって何かしかの足跡は残すかなと思うんですよでしかもそれをあのいろんな場面で使うみたいなね、まあ、いいことも悪いこともハワイに行って石を売って金を儲けましたっていうのは今まで何回言ったかなと思いますけどね YouTube でも喋ったしマージャン屋でも接客中に喋ったし それこそセミナーに行ってもエピソードとしゃべったしねこの前ねあのー、まあ他の国からね私のファンの方いらっしゃったんですよ1か月おと前にで久保さんは石でも売る人ですからって言ってあよくそんな話してますねって言ったんですけど、ね、聞きましたよとか言ってからね言われたんですけどねだからどっかにつながるわけなんですよで繋がんなくてもとりあえずやっとかないとやらなければ何にも繋がらないですからねそれだけは確実です あのやれば絶対に誰かに繋がるとは限らないけどもやらなければ絶対に誰にも繋がらないんですよね。